クロストップの修正方法というか、まあ、クロストップになるか特徴というか、を説明してみたいと思いますが、まあ、着目点はやはりインサイドに引くというところからクロストップが、原因になります。インサイドに引いてしまう、まあ、体をですね回転してバックスイングしたいというのが、まあ意図ではあるんですが、クロストップすると後ろからこの入りやすくなるので右にすっぽ抜けたりシャンクしたりとかですね、それでミスが出やすいので、やはりプレーに乗せたい、このように乗せて上から乗せて入れたいんですね。そのためにこのクロストップの、ポイント、このシャフトが寝てクラブが入ってくる、この形を何としてでも皆さん直したいところではあると思うんですけど、なぜですね、このようにシャフトが立って降りてこないのかというところで考えると、まず胸椎ですね、この腰を止めて胸をねじれるかどうかがポイントになってきます。皆さんこれで腰を回そうと、ね、する方が多いですね。そうするとやはり後ろにクラブが入ってきちゃう、止めてクラブを上に引き上げるように、ここをベルトをあまりすぐ動かさないで上に、ちょっとプレーにですね、自然と乗ってきます。そしてこう肘のローテーションとかが入ってますね。このように腰を回してしまうと、クラブがまずインサイドに入ってしまうということですね。腰を回さず胸をターンする。このような捻転型のバックスイングをしていただければ、プレーには容易に乗せることができます。このようにですね。ただ腰を回してしまうとクラブがインに入って、こうクラブが蛇行してこのようなねミスになってしまう、このような形ですね。このようなスタイルでスイングしたい、そのためにはこの腰を回さずに胸椎をターンする、そして捻転、まあ、クラブを上に引き上げる動作とになってくるということですね。ここからクラブを入れていくと、そうすればプレーに乗せてスイングがすることができるので、振り遅れなども防止できます。皆さんちょっと練習してみてください。原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、毎日の動画見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いいたします。